ザッタイガースは何したこのコーナーは当チャンネルでやっております。ジュリーは何したというコーナーのスピンオフ企画でございます。伝説のバンドザッタイガースと各メンバーの最新情報を細かすぎるほどチェックしていきたいと思います。それでは細かすぎるザッタイガース、ゴッバー番。ザッタイガース、56周年。こちらザッタイガース森本太郎さんのオフィシャルブログより2月5日の記事。タイトルも2月5日ということで、 今日2月5日はザ・タイガースデビュー56周年になります。月日の経つのは本当に早いですね。と綴ってらっしゃいます。ザ・タイガースは1967年2月5日発売のシングル僕のマリーでデビュー。1971年に惜しまれつつ解散となりますが、その後幾度となく再結成。近年では2013年にオリジナルメンバー中心に奇跡の再結成。現在は各ソロで精力的な活動をされております。今回の太郎さんのブログでは、 当時のポスター、雑誌の表紙など、写真を何件かアップされておりますが、雑誌のスクリーン、グループサウンド、名星の表紙ですね。皆さんかっこいいですよね。他の GS のグループと比べて、やっぱりザ・タイガースっていうのはちょっとこう、イケメン率が高いという雰囲気はいたしますよね。太郎さんブログに書かれておりますけども、とにかく当時は忙しくて、毎日朝から晩までもうぎっしりスケジュールが入っていて、休む暇もなかったということで、まあテレビ、ラジオ、雑誌の取材等々、 まあ誰も文句を言わなくて非常にね頑張られたということなんですけどもあれからもう半世紀以上が経ったとおっしゃっておりますがザ・タイガースのファンの皆様が喜びそうなこのようなコメントも綴ってらっしゃいますもう一度ザ・タイガースでライブできたらいいないやほんと実現してほしいですよねジュリーはもちろん他のメンバーの方々も精力的なライブ活動されておりますのでなんとか実現していただけないでしょうか森本太郎さんのブログぜひチェックしてみてください ザ・ザ・タイガーース・スゴールデンカップス夢の顔合わせこちら2月4日夕刊富士よりザ・タイガースザ・ゴールデン・カップス GS ファンには夢の顔合わせタイガースカップス5醍醐の曲を楽しんでもらいたいザ・タイガースの P ドラムのひとみみのるさんとザ・ゴールデン・カップスのエディ・バンさんそしてミッキー・ヨシノさんがジョイントライブを行うということで今回のライブではザ・タイガースのナンバーはもちろん カップスのナンバー、そして5大悟のナンバーも演奏されるということで、思い出の洋楽とロックンロールで皆さんに楽しんでもらいたいですねというふうにおっしゃっております。みのさんのブログを結構チェックしているんですけども、本当に精力的にライブ活動されていて、いや、本当すごいなといつも思うんですけども、今回はミッキー・吉野さん、エディ・バンさんとのね、ジョイントライブということで、 これは GS ファンにとってなかなか楽しみなね、ライブとなりそうですけども、ライブ日程ですけども、2月12日日曜日に横浜サムズアップ、そして3月12日日曜日に神戸モズライトカフェでライブ開催されるということでございます。詳しくは、ひとみみのさんのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。ラスボスサリーに、怪物館大好き、絶賛の声多数。こちら1月21日マンタンウェブより、 罠の戦争幹事長岸辺一徳に早くもラスボスの声「怪物感大好きいい味出してる」っていうねいや写真がもうすごいですよね雰囲気がね一徳さんの今元 SMAP の草なぎ剛さんが主演ドラマ「罠の戦争」が話題でございましてこのドラマにサリー岸辺一徳さんが え、与党民政党幹事長の鶴巻健一という役を演じてらっしゃるんですけども、その存在感からですね、視聴者から安定のラスボス感半端ないというコメントが集まっているということなんですけども、その他 SNS では絶賛のコメントの嵐で、岸辺一徳さんが出た瞬間の悪者感がすごい <laughs>。岸辺一徳さんの悪キャラはもうご馳走です。 岸辺一徳の怪物感大好きなんだけど、岸辺一徳さんも不気味な感じでいい味出してるっていうね <laughs>。普通に悪口ですね、これね <laughs>。でも俳優さんとしてはもうすべてこれ褒め言葉、最高級の褒め言葉ですよね。しかしやっぱさすがですよね、一徳さんはね。俳優として超一流の方ですけど、ベーシストとしても僕は超一流の方と思いますので、音楽活動をもう少しやってほしいななんて思ったりしてしまうんですけどもね。こちらの記事ぜひチェックしてみてください。 トップが歌うザ・タイガース屈指の名曲こちら民音オフィシャルサイトから「ザ・ g s 栄光のグループサウンズ」ということでこちらは GS グループサウンズのレジェンドたちが一度に集結するイベントとなっておりますが「ザ・ワイルドワンズのメンバーの方々中心に三原つみきさんミッキー吉野さんというレジェンドの方々そこにゲストになんと「ザ・タイガースの トッポカハシカツミささんんが登場されるとということなんですよね演奏曲に「ザ・タイガースの花の首飾り」と書いておりますのでもちろん勝美さんが歌われるんですよねミッキーさんが歌うとかいうパターンはないと思いますけども公演日程でございますが2023年4月27日木曜日東京の新宿文化センター大ホール夕方4時からスタートという形になっているようでございます詳しくは民音のおっしゃるサイトをご覧ください ザ・タイガースは何した細かすぎる「ザ・タイガースと各メンバー最新情報をチェックでした当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー・サラダケンさんの最新情報様々なコーナーを配信しておりますよろしければチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いしますご視聴ありがとうございましたしいれもんでした